はい、音楽します。はい、まず入ろう。ん、食欲はどうなんです？あります？はい。なんで今日は少ないんだろう。なんでですか？全然いつもと量が違うような気がするんだけど、あんまり結構してないかもしれない。はい、パンちゃんごめんね。はい、カメラ持ってきて、こちら。はい。うん、届いてくれればいいです。そうなんです。めちゃくちゃ力強くって。はい、開けてください。はい、パンちゃん。ごめんね。シャワー好き、パンちゃん。はい、東ヘッドマンリックのパンちゃんですね。はい、どうぞ。はい。566。うちで570でした。なんかもう発情がすごいですね。ご前も言ってましたもんね。そうなんですよ。朝5時起きは今真っ暗にして、そしたら落ち着くようになったんですけど、やっぱりもう朝起きた途端からの体当たりがすごくって。暗くすればまだ起きるの遅い。あ、そうですね。マスキングの時間の通りに起きるようになりました。そう、今何時に起きてるわけ？今6時ぐらいです。外が明るくなって起きるって感じ？そうです。マスキングライトの時間をタイマーで6時に設定してるので、よくカーテン開けっぱなしとかで明るくなると5時起きになっちゃうんですけど、真っ暗にしてれば、ちゃんとマスキング通りになりました。尺の2分で胸とお腹と鼻。あ、そっか。安定だよね、もうじき。そうなんですよ。進んでしまう。はい。はい、くしゃみとか鼻鳴らすというか、それはどう？そうですね、ピーピーもまだありますね。変わらないですよ。そうです。あんまり、はい、あとは、口の中の色がやっぱり、なんだろう、薄ピンクというか、真っピンクっていう感じではなくって、はいはい、ちょっと薄い感じですね。はい。あ、いいですね。それ、非常に健康の目安なので、見れるとき見てください。はい、結構そのマウント取ってる時に口開けっぱにしてるので、その時にちょうど見えるんですけど、まあ、だから本当にさ、こうって具合の悪い子が来るからさ、はい、真っ白の子来るからさ、本当。だから 薄でもピンクがちょっとあればね。そうですね。でもこんだけタイプ取ってる薄ピンクだからさ、やっぱり問題あるしね。そこないよね。で、まあ、うんちは週に5か、1、2、3、4、5、6、6回ぐらい。そうですね。もうほぼ1日朝1回。で、まあ元気はすごいあると。もうモリモリですね。元気モリモリです。小松菜レタス、チノシーのふりかけで出来上がる。はい。時々人参とかもあげてます。チノシーふりかけは食べる？どれにふりかけてんの、チノシー？フードをふやかしたやつに、はい、薬と一緒に混ぜ込むと結構食べてますね。はい、まあ、そのままのチムチは食べんよね。あ、そうですね。やっぱりふりかけにしないと食べない。まあ、でも一応さ、一本置いといてくださいね。もしかしたら遊びながらパクって食べてる。
この子たちのくちばしだったら食べれますもんね。そうですね、うん、だから噛み切る力もすごい、すごいあるでしょ。毎日のように噛まれるんですよ。それは痛いよね。噛まれる。そうなんですよ。あの、あ、ちょっともう一個もいいんです。持って。うん、よし。なんか調べたら、はい、あの発情行動の一つで、はい、なんか噛みついてからマウント取るみたいな。ああ、あるかもしれないですね。そうなんですよ。一回ちょっと噛みつかれるの我慢して、そのまんま行ったら、あの私の足にマウントし始めて。本当に。そうなんですよ。すごい、もう血気盛んですよね。どれぐらいやるマウントさせたらどう、ずっとやってんの？でももう本当に10分ぐらいでもやり続けるので、だからもう朝とか時間ないから、もう途中でもうやめなさいって言って、食べないです。はい、じゃあ牛乳、牛乳さんと、そう、東車にくるがめ、はい、かんちゃんです。はい、はい。